はい、こんにちは、ピカです。今日もね、ちょっとまた話していきたいと思います。だいぶ紅葉してきたね。いい感じに紅葉してきてる。見える？見えないね逆光で見えないわ。ちょっと見えるか。うん、で、あのね、ちょっと難しい話難しくないか、ちょっと社会的な話する。税金の話する。税金と国の役割みたいな話かな。つまりあれ、税金って何のために払うかっていうとさ、まあ、公務員を食べさせて豊かにするため、公務員をなわけじゃないくね。本来はさ、本来の目的はやっぱりそのインフラ整備だったりとかさ、やっぱりその国力を上げて、まあ、経済優位性を上げて、要はなんだろうな、やっぱり国民から例えば10万円税金を取ったら、そいつが10万円収入が増えるようなことをしてもらわないと、本来さ、まあ、いけないわけなんだよ。うん、本来はね、そうあるべきだと思ってるんだよね。まあ、5万円ぐらいはでも、なんていうのかな運営費みたいないるのかもしれないけど、ね、やっぱり払った分よりは返ってこないとさっていう、もう当たり前じゃんって思うけどね。まあその、まあ、例えばその100万円を稼いで10万円を税金で払うんだったら、その100万円を稼ぐのに必要な経費ですよっていう風な考え方もあるんだけれども、もうそこはさ、どう統計を紐解いても出てこないんだよ。それはさ、やっぱりその経済効果測定をきちっと行っていないんじゃないかからかなのかっていうところまあだからそれがいけないのかなって思うの、俺はね。経済の効果測定きっちり行わないとさ、ダメだよねっていう話していこうか。まあ国がやることは自分たちポッケに入れることばっかり考えてるから、結果的にそれは絶対行われないんだけどね。自分たちで自分たちの首絞めるようなことはしないわけだから、絶対にね。そういう意味で、だからでもね、それはやっぱり今後やっていかなきゃいけないよね。で、そのためにもその目に見えないものの価値って、この間から言ってるけど、やっぱり目に見えないものの価値を数値化して管理していくことが大事なんだよ。で、国もやっぱりさ、 BS とか PL 必要で、まあもちろんあるんだよ、歳入さ、ね、支出ってあるわけだけど、もうもちろんその支出なんて、まあ、国なんていうものは不支出がほとんどで、歳入なんていうものがないってなっちゃうのは、なんでなのかってことを考えた方がいい。そのなんでなのかっていうと、その経済効果っていうもののみなしの、国としてのみなしの、そのなんていうのかな、収入みたいなものが計上されてないからなんだよ。つまりものすごく簡単に言うと、税金を集めた分以上の効果があるということをきちっと証明しないと予算を通さないとか、あのね、なんか論理的に予算をやっぱり決められるような気がするんだよね。まあ、ある仮説が入っちゃうし、そのきっちりこう何円ですっていうところまでは行くのかどうか分かんないけど、何円効果がありますっていうところまできちっとね、理論を持っていけるのかどうかは別だけど、でもそのなんだろうな、そこはきちっと測定して、なんだろうな、投資より効果があるっていうことをやっぱり証明していくべき
もちろんこれね、やられてることなんだけど、やられてること。でもさ、それを評価することってないんだよ。評価することってないんだよ。で、投資をやめるとかさ、評価して投資やめるってことしないんだよね。だから、そこをね、きちっと評価できるようにならないと、評価して、試算して評価するっていうさ、で、なんていうの、投資先を変えていくっていうようなことを、投資効果だよね、やっぱりその、税金を投下して国力になるっていう、その効果を測定して、きちっとそれをフィードバックさせるっていうことを、やっていかないといけないんじゃないかなって、そこをもっと厳密にね。やっぱり国民がマイナンバーで管理されてお金の流れをきちっとね全部把握されるんだとしたらだよ、うん、それはさ、なんだろうな、もうビッグデータとしてさ、国の日本国の会社全体が連結決算してきちっとそれをさ、なんだろうな、会計システムっていうかもう大規模処理してさ、で国の会計まで全部処理してさ、お金、要は国の中で流れてるお金の、まあ、会社や個人に至るまで全部をきちっとビッグデータとして管理できるようになったとしたらね、それはさ、むしろ逆にだよ、国の役割が評価され、国の役割が評価されるようになるんじゃねえのっていう話。むしろその、なんだろう、個人や会社が管理されるんじゃなくて国をきちっと管理できるようになるんじゃないかっていう、できないんだけどね多分ね。でもそれ、そうなると思うんだよね俺は。本当に今の世の中全然、なんだろうな、 IT 化進んでないよね。いや、もっと本当に、そしたら国も悪いことできなくなるよ、むしろ逆に。うん、だからどこに流れたお金、税金がどこに使われて誰のお金のポッケに入ってったかっていうので、全部追求できるようになるわけじゃん、このままいけばだよ、今の流れが進めば。いや、むしろそんなのできて当たり前なんじゃないかと思うんだけどね。できて当たり前なんじゃねえの、なんでできないのって話、なんでやんないのって思いますけどね。そしたら税務署の仕事だって減るんじゃないんですかっていう。だってそれできなく、ピッてコンピューターでできなくすればいいわけじゃんっていう、その可能な流れ、はい、はい、ここストップっつって止めちゃえばいいわけじゃん。あ、これおかしい、ストップっつって。なんかね、そういう時代来るんじゃないですかねって思うけどね。いや、来ないけどね。なぜなら管理してるだから。結局それが来ないんだとしたらさ、意味ねえじゃんって話よ。結局何言って、誰かに支配されてるんじゃんって、俺たち誰かに支配されてんじゃんって話になっちゃうんだよ。俺たちなんだよって、で支配する側はガバガバでって、支配される側がキチキチになるのって、そうおかしくねってなるわけじゃん、うん、まあね、そうならないように IT をね、駆使していくっていうこともね、必要なんじゃないかなって思うよな。はい、ちょっと待って、それ止められても、なんでこんな路中多くね、これ。路中するならもうちょっと左寄せや、本当。意味が分かんない、寄せてんのかな、全然寄せてねえから、あ、寄せてねえからだな。はい、今日トランプさんの影響で本当道路めっちゃ混んでるわ。これちょっとね、これどうせこんなの乗っけてもね、あれだからね、なんか乗っけてもあれだから。
反社会的なこと、反社会的、まあ分かった、そうだね、社会的ではない、今の官僚に対するこう、なんていうか、反官僚的なことを言ってもね、あんまりね、良くないらしいけど、いや、そんなことはない。で、何の話だっけ。そう、オバマさんじゃないか、トランプさん来てるからね。で、トランプやっぱあれだよね、なんで横田に来んの、警備上の理由じゃないよね、あれ。だってで、軍の人に挨拶してって、あ、何なの一体。日米地位協定3条の2なんじゃないの。米軍関係者およびその家族は日本国に入国するときにっていうね、入国審査いらないみたいな、そういう地位協定があるんですよ、ね、日米地位協定ね。それに基づく入国なんじゃないかっていうね、気がしますよ。それに基づく入国だとしたらあれでしょう、米軍最高司令官としての入国になるわけで、なんか、いや、それなんか勝手に入ってくるわけじゃん勝手に入ってこれちゃうわけじゃん。だって大統領勝手に入ってこれちゃうんだよ、日本に。やばくない？日米地位協定やばいっしょ、やっぱり。あ、なんだ、だからもうアメリカのスパイ入り放題ってことでじゃん。アメリカのスパイとも何も、だってスパイも何もないわないや、やっぱ日本国じゃねえな、日米地位協定ある限り国じゃねえよって思うわやばいよ、日米地位協定ほんと破棄すべきだってなると、徴兵みたいになっちゃうんだな、これな。ほんとそうすると憲法改正なんだな。はい、というわけで、まあちょっと、ね、変な話しちゃった。よかったらね、こんな話ばっかりじゃないからチャンネル登録お願いします。